こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になっていただいてありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では、どうして男性ばかりが女性を追わなくちゃいけないんだ、たまには女性から追われたいっていう風にね、思うことってあると思うんですよ。男性だって女性にチヤホヤされたいですよね。ね、でね、実は女性から追われるのってポイントさえ押さえればめちゃくちゃ簡単なんですね。なので今回はですね、あなたが女性から追われるように爆発的に追われる男性になれる方法というお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたらチャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではですね、爆発的に女性から追われる男性になる方法、まず一つ目はですね、余裕があるというところですね。要するにガツガツしてなかったりとか焦ってないっていうのがすごい大切な要素になってきます。女性は余裕がある男性に惹かれるんですけど、なぜかというと安心するからなんですね。余裕がなかったり焦ってる人って安心感ないじゃないですか。なんかこの人こうね、焦ってる人に対して超焦ってる安心とかはないと思うんですよね。なので余裕がある、で既婚者がモテるっていうのはこの余裕なんですよね。なんかガツガツしてないし、なんかこうね、おいでみたいなね、僕のそこにおいでみたいな感じで待ってるよみたいなね、こういう余裕感っていうのが女性にとってすごい安心感を覚えさせて、結果追いたくなるっていう感じなんですね。なので余裕というものを持つ、ね、焦りを捨てるっていうことをやるといいと思います。はい、そして2つ目はですね、ポジティブであるっていうことですね。これもネガティブな人ってやっぱ不安じゃないですか。不安な人と一緒にいたくないんですよね、女性って。だからポジティブね、でネガティブな時もあっていいです、人間だから。だけどずっとネガティブなこと言われていると一緒にいると不安になっちゃうんですよ。じゃなくてポジティブにいると、私この人と一緒にいたら絶対になんか自分も元気になれるみたいな風に思わせれば、この人と一緒にいたいと思って追いかけたくなるわけですよね。なのでポジティブであるっていうことはすごく大事になってきます。そして3つ目はですね、女性に興味があるっていうことですね。どういうことかというと、結構女性に興味がある、女の人ってどういう思考を持っているんだろうなとか、女性ってどういうことが刺さるのかなとか、女性は何が嫌なのかなとか、女性というものに対して興味がある人っていうのは女性のツボを抑えるのが得意なので、やっぱりね、追いたくなるわけですよ。多くの男性がテクニックで落とそうとかは考えるけど、じゃあ実際に女性というものはどういう生き物なのかなっていうことを細かくね、知ろうとする人って案外少ないんですよね。だからこそ自分ね、女性に興味を持って女性のツボをつつくことができる、それができる男性がほぼいないってことは、女性はつつかれる、そして追いたくなるっていうこの構図が出来上がるんですよね。なのであなたがターゲットにしているのが女性なのであれば、女性という生き物をとことん研究してください。で、私たくさんお伝えしてますけど、私が言ってるたくさんお伝えしてるテクニックももちろん大事なんだけども、こうこうこうだからっていうところが実は大事です。なので私の動画何回も見ていただいて、いろんな動画もね、こうだよ、女性はこう思うよ、だからこっちだよって言ってるけど、実はね、こう思うよの方が大事なので、そこをしっかり聞いてみるといいと思います。はい、そして4つ目はかっこよくありたいと常に思っているってところですね。かっこよくありたいと思っている男性ってやっぱり追いかけたくなるんですよ。多くの男性はありのままの自分でかっこよくしなくても今のまんまでモテたいですっていう人が多いんですね。で、私結構先に服装を変えてくださいねっていうのも、それってかっこよく見られたいとか、そういう気持ちがあるかどうかっていうところなんですね。で、この
今の服装のまんまモテたいっていう人はやっぱり女性からかっこよく見られたいという気持ちがちょっとねもっと増やした方がいいかなっていうところがあるんですね。誰だってかっこいいって言われたいけどやらない人が多いんですよ。どれだけ自分がかっこよくね、かっこいいって言われたい、かっこよく見せたい、かっこよくありたいって思うかどうかが行動に出るはずなので、もうかっこよくいたいっていうことは素晴らしいことなので、僕はかっこよくありたい、僕はかっこよくモテたいっていうふうに思う、そして行動に移すってことが大事です。それをやる人がまた少ないから、女性がそういう人に魅力を感じて追いかけたくなるっていうね構図ができてきます。そして5つ目はですね、自分の軸があるっていうところですね。私はよく自分の軸プラス相手目線っていうことをお伝えしているので、相手目線ももちろん大事なんですけれども、男性がすごい優しすぎちゃうと自分の軸がなくなっちゃう人が多いんですよ。特に私の動画を見てくださってる人ってめちゃくちゃ優しい方が多いので、結構ねもう女性様みたいになっちゃって合わせすぎちゃったりとか気を使いすぎちゃったりとかするんですね。そうすると自分の軸というものがブレてしまって、女性が安心感というものを感じなくなっちゃうんですよ。だから自分はこう思う、あなたはそう思うのね、じゃあどうしたらいいのかっていうのを考え方として持つようにしてください。軸というものはすごく大事です。相手の顔色を伺ったりとか、相手に好かれるために自分を犠牲にするっていうのはモテる要素にはつながらないので、ちゃんと自分の軸プラス相手目線っていうことを持つといいと思います。はい、ではおさらいしますね。爆発的に女性に追われる男性になる方法、まず1つ目、余裕がある。そして2つ目はポジティブである。3つ目、女性に興味がある。そして4つ目、もうかっこよく思われたいと思っている。そして5つ目、自分の軸があるですね。この5つしっかり頭にインストールしていただければと思います。はい、では今日のおしゃべりコーナーなんですけれども、どの季節が一番好きですか？春夏秋冬どれが好きですか？私はね、圧倒的に夏ですね、夏になるとテンション上がるんですよね。なんか今やりたいこといっぱいある、海行きたいとか、まあね、今そんな弾けるような感じじゃないかもしれないけど、でも自分がどう思うかってもう自由だし、いいと思うんですよね。やっぱこう楽しそうなところとか元気なところに人が集まってきますし、元気な人ってエネルギーがあるから、エネルギーに人って惹かれるんですよ。暗い人が好きってあんまりいないと思うんですよね。なのでぜひね、その、まあ、なんでもいいですよ。どの季節が好きでもね全然いいんだけれども、うん、汗かいちゃうから冬の方がいいとかね、男性はあると思うんですけど、どの季節が好きなんでかみたいなぐらいまで喋れると結構女性といい感じになれると思うので、ぜひコメント欄にどの季節が好きです、こうこうこうだからみたいな感じで、ね、書いてみるといいと思いますので、ぜひぜひコメントしてください。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスのお友達を募集しています。私たまにゲリラライブをやるんですけど、そこで、ご案内がね LINE で行ったりですとか、あとは LINE にくれたね質問を返事、ライブ配信でお答えしたりとかできると思いますので、よかったらお楽しみになってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。